カール・レムリ・ジュニアはアメリカ合衆国の映画プロデューサー。1928年から1936年にかけてユニバーサル映画の社長を務めていた。1908年、ユニバーサル映画の設立者、カール・レムリの息子としてシカゴで生まれる。11歳の時に母レチャと死別している。母の死後、一家はニューヨークに移住し、11番街の大きなアパートを 借りて、暮らすようになった。その後は、ロサンゼルスに移住した。レムリ家1928年、父から、ユニバーサル社長の地位を譲られる。レムリジュニアは、陶器映画の制作に重点を置き、1930年代には、西部戦線以上なし、魔人、ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラ再生、透明人間、模倣の人生、 フランケンシュタインの花嫁などを相次いで制作した。しかし、こうした高品質映画の制作が相次ぐ一方で、工業的には失敗する作品も多く、株主からは批判の声が上がっていた。ユニバーサルは1935年末には巨額の負債を抱える状態になっており、ジョン・チーバー・カウディンは、レムリ・ジュニアの解任を要求した。 1936年に公開された消防とは大ヒットを記録したもののユニバーサルの経営難を救うことはできず、レムリ・ジュニアは父と共にユニバーサルから追われた。1979年2月24日、脳梗塞で死去した。死去した日は父の死去した日と同月同日だった。遺体はロサンゼルスにあるホーム・オブ・ピース墓地に埋葬された。ジョセフ・ P。 ビッカートンジュニア、エルマーライスとレムリジュニア、ありがとうございます。